将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容を作成しました。将棋の藤井聡太八冠、名人、竜王、王位、連勝、王座、棋王、王将、棋聖が16日東京渋谷区の将棋会館で行われた東西将棋会館建設クラウドファンディング返礼イベントで永瀬拓矢九段と特別対局を行った。普段2人がしている練習対局の様子をできるだけ再現した。最後までご覧ください。両者私服、藤井は紺のカーディガンに水色のシャツという格好だった。バンコマも藤井の師匠である杉本昌隆八段の研究室から借りたもの。戦後を入れ替えて2局指される特別な対局は、クラウドファンディングで80万円を支払った支援者15人が生観戦。裏方スタッフとして同イベントの運営を行っている中村太地八段によると、申し込み開始から約30分で完売。半数以上が女性で、東北や四国から足を運んだ支援者もいるという。対局の模様は、現在募集中の1万5000円支援の返礼費、オンライン視聴券でも見ることができる。第5期クラウドファンディングは今月24日まで行われる。対局は和服姿の公式戦ではなく、私服で普段行っている研究会を見せる形としており、その際に使う駒も並べ2局行った。終局後の感想戦も両者ピンマイクをつけており、生の声を聞くことができた。10月1日から12月24日までの期間で行われている第5期クラウドファンディングの返礼品の一つとして出されたこの企画、あっという間に完売したという。半数以上は女性だった。藤井関連では、来年2月14日に都内のホテルで行われるファンミーティング、35万円、定員30人もやはり瞬時に完売。人気の高さを伺わせている。日本将棋連盟によると、第5期クラウドファンディングは目標の1億円を上回り、2億3000万円を超える寄付金が集まっている。藤井聡太竜王名人が動画でクラウドファンディングのメッセージを発信している。最後にお願いがあります。2023年には藤井竜王名人の八冠達成をお祝いし、また一般棋戦2つを再び連覇し、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て忘れずにチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。